今日はこちらの金属の塊を使った不思議な現象をお見せしましょう。この2つをくっつけるにはどうすればよいと思いますか？溶かす？接着剤？やってみましょう。こちらの金属は鉛なんです。鉛は比較的柔らかい金属です。くっつけるのに使うのは接着剤ではなくこちらの万力です。2つの鉛を重ねて万力で圧力をかけていきます。でもこれだけでは外れてしまいます。圧力をかけただけではくっつきません。実はちょっとしたコツがあります。こんな風に2つの鉛を斜めにして万力で挟みます。そして圧力をかけます。そしてそのまま2つをこすり合わせるようにまっすぐに戻します。そして万力から鉛を外します。するとくっついた。面白いですよね。なぜ鉛がくっついたのか。鉛は柔らかい金属なので2つ合わせて圧をかけると表面がわずかに変形して接着面積が増えます。しかしこれだけではくっつきません。鉛の表面には酸素と結合した酸化膜があり接着を邪魔しているんです。そこで圧がかかった状態でこすり合わせ酸化膜を破ります。すると2つの鉛が接着するんです。どれくらい強くくっついているのか重りを持ち上げてみましょう。用意したのは2リットルのペットボトル15本、およそ30キログラムです。では持ち上げてみましょう。すごい、持ち上がった。このように鉛同士はとても強い力で接着しているんです。しかしハンマーで片方の鉛を横から叩けば簡単に外れてしまいます。引っ張る縦方向の力には強いんですが横方向の力には弱いんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。